Thank you.
今日の診療で先生に聞いてみる。 今日も診療なんだ。もう時間だから。それじゃあ。 ねえねえ、今度のスキーだけどさ、今年はどっかスケートも遊べるところにしない？ スケート？ わざわざスキー場にまで行ってスケート？ <笑>勘弁してやってくれよ、つくば。こいつ今そっちにはまってんだ。なんせ近江ってさ、 この前この年になって初めてスケートやったんだ。何よ、スケートしたことなかったのがそんなに不思議？二十歳になって初体験ってのは興味そうそういないんじゃないかな。子供の頃はなんとなく怖かったのよ。あの靴なんだか刃物みたいでさ。でもいきなりやって滑れたの？ オウミちゃん、すごくない？夜はスキーと装うカールもんじゃないからな。重心を前に出して靴の前のヘリでコントロールする感覚とか。工事に沿い言われたもんだからさ、騙されたと思ってやってみたわけよ。そうしたらもう楽しくって。<笑>私も見てみたいな。オウミちゃんがスケートやるところ。だからさ、ね、今度のスキー旅行ついでにスケート旅行にしちゃえば2倍美味しく楽しいってわけよ。 でもさ、スケートはスケートリンクに行けばできるじゃない。わざわざスキー場に行ってまでやる？ だから屋内じゃなくてさ、屋外スケート、凍った湖とかで滑れるところ。そんな都合のいいとこあるかな。なんだかすっごく混んでそう。 なあ、フミノリ、お前はどう思う？どうって。いや、だからさ、今年の冬のスキーだよ。お前も行くよな？ わからない。何か他の予定でもあるのか？いや、別に。
なあ、別に運動するのが傷に触るとかそういうわけでもないんだろ。どうだろうな。今日の診療で先生に聞いてみる。おい、フミノリ。だから今日も診療なんだ。もう時間だから。それじゃあ。やってられないわね。もう。フミノリにはもう少し時間が必要なんだと思う。だってもう3ヶ月よ。何なのよあれ。付き合ってるこっちが変になりそうよ。俺だってわからない。わかるはずもないと思う。お前だって想像つくか。あんなひどい形で家族全員を奪われて平気でいられるわけないよ。見舞いに行った時なんてもっとひどかったじゃないか。誰が誰かも分からずに怯えて暴れてベッドに縛り付けられて。今はよくあそこまで立ち直ってくれたと思う。それにしたって変よ、咲坂くん。あたしたちのこと見る目つき、あれ何なの？まるでこっちが人間じゃないみたい。よせ、オウミ。その後の経過はどうですか、咲坂さん。いえ、別段これといって問題もなく。吐き気やめまい、幻聴や幻覚といった体験は？いえ、何も。咲坂さん、あなたが当院で受けた処置は脳神経医学の分野では世界的に最先端の治療でした。そのことはご存知ですよね。最先端であるということはまだまだデータの出揃っていない
危険性の伴う治療法だったという意味でもあります。そうでしょうね。普通こんなことを言って脅かすのは医者として問題なんですが、施術後に重大な脳障害をきたしたケースも報告されているんです。予後の経過には十分に注意しなければなりません。先週の MRI はどうでした？そういえばあなたも医者の卵だったわね。先生が心配しているような脳機能不全は画像診断だけでも十分にわかるはずですよね。何か異常はあったんですか？いいえ。大丈夫ですよ先生。現に僕は今こうして病院の外でも何不自由なく生活しています。問題なんてないでしょう。ねえ咲坂さん、こういった難しい手術は予後不断が原則なんです。もう少し私たちを信用してもらえませんと。そうですよね。僕だって先生方を信用したい。どんな相談にも乗ってもらえるんですか？ええ、もちろん。じゃあ先週の話の続きなんですが、先生、あれから大貝教授については何か分かりましたか？教授のことは、その、あなたの治療とは何の関係もないでしょう。信頼しろと言った矢先に、いきなり隠し事ですか。何分だいぶ前にここを辞められた方ですからね。私個人としても交流があったわけではないし。辞めた理由はご存じない？ええ、おそらく個人的な事情でしょうね。それにしても咲坂さん、なぜあなたはそんなに大貝教授にこだわるんです？お知り合いですか？教授は今失踪中なんです。知ってましたか？いいえ。近頃教授の身内の人間と懇意にしていましてね。その人から調査を頼まれているんです。大貝教授に縁者の方はおられないはずですが。誰から聞きました？それは噂話に。なるほど。そんなことが噂になる程度には大貝教授は有名人だったわけですね。まあ一風変わった人だったみたいですね。なのに誰も彼が大学を辞めた理由を知らないと。先生、僕はどうしても大貝教授に会わなきゃならないんです。彼がいなくなったせいで行く当てがなくなり困っている子がいるんです。
力になってもらえませんか。それはむしろ警察の領分なんじゃないかしら。サキサカさん、私の知っている範囲のことは喜んでお教えします。ですが大貝教授は今年の4月に辞表を出して以後は何の音信もないんです。どこか長期の旅行にでも行かれたか、その程度しか想像つきません。そうですか。崎坂さん、それでは来週の診察ですが、今日と同じ4時でも。おかえり。ただいまさや。遅かったね。ちょっと心配しちゃったぞ。ごめんよ。今日は病院に寄っていく日だったから。あー、そうだっけ。
今日は一日どうしてた？今の模様替え、もう半分ぐらい塗り終わったよ。で、今はね、フミノリの晩ご飯作ってるの。昼間テレビで作り方やってたから。そうか、楽しみだな。もうちょっと時間かかりそうなの、待っててくれる？いいよ。じゃあ僕は今の続きをやってる。できたよ。こっちで食べよう。持ってきてくれるか？ペンキの匂い、壁？さやは嫌いかい？ううん、平気。フミノリが大丈夫ならいい。いただきます。美味しくない？まあね。気にしないで、明日はまた別のものを作ってあげるから。ごめんな、いつもせっかく作ってくれたのに。いいのよ、こうやっていろいろ試していけばいつかフミノリでも美味しく食べられるメニューが見つかるかもしれないじゃない。さやは食べないの？うん、私はもう済ましたから。そういえば、今日もう一度病院で君のお父さんのこと聞いてみた。パパの？やっぱり何も教えてくれない。何か隠している雰囲気なんだが。そう。心配じゃないのかい、お父さんのこと。ううん、そういうわけじゃないの。ありがとう、みのり。私、君はそれ以上のことを僕のためにしてくれるんだ。また背中流してくれるか？うん。
のり泣いてるの？どうしてなんだサイア、なぜ僕にここまでしてくれる？フミノリ、わからないんだ。わからないのに僕だけがどんどん君に惹かれていく。君なしじゃ耐えられなくなっていく。教えてくれ、どうすれば君を失わずにいられる？僕は何をすればいい？どうやって君に報いればいい？こうやって抱いていて。みのりに抱いてもらうの大好き。ずっと一緒にこうしていたい。だから私はみのりから離れたりしない。なぜ、なぜ僕なんだ？それはね、海のりが一人ぼっちだから。それはさやも一人ぼっちだったから。だからさやにも海のりしかいないの。この世でただ一人だけ私を抱きしめてくれる大好きな海のり。Sakisaka さん、何か？お話があるんです。ちょっと、いいですか？話って何？Sakisaka さん、最近ちょっと様子が変です。見て…そうかもね。まあ、あんな目にあった後だから。
当にそれだけなんですか？君にはそれだけじゃないように見えるのかい？何か我慢してるみたいに見えます。どうしようもないものを無理して壊れそうになるほど頑張って我慢してるみたいに。今の咲坂さんはそう見えます。そうかい。友達ってこんな時のためにいると思うんです。ご家族のことは本当に残念だったと思います。でも咲坂さんは一人ぼっちじゃありません。トノオ君や大海ちゃんや、それに私がいます。一人で背負い込んだりしなくても私たちでなんとかできることだってあると思うんです。たとえ何もできないにしても話してさえくれればあなたが少しでも楽になるかもしれない。私、咲坂さんの力になりたいんです。他のみんなも同じ気持ちだと。やめてくれ。そういえば君には一つ返事しなきゃいけない要件があったね。僕は君のことをとりわけ特別に意識したことなんてなかった。君に好意を持たれてもどう接すればいいのか迷ってた。僕が君のことどう思ってるのか正直な気持ちが自分でもわからなかったから。咲坂さん。でもね、今ではもうはっきりと答えが出てる。あれから考える時間だけはたっぷりとあったからね。筑波さん、僕はあんたのことが大嫌いだ。顔も見たくない。もう二度と会いたくないっていうのは無理だね。同じ学校に通ってるんだし。だからせめて今後は僕に声をかけないでくれないか。目障りなんだよ、つくづく。ひどい。君さ、少しは頭を冷やした方が良かったんだよ。どうせ大宮浩二にけしかけられてその気になってただけなんだろ。自分一人でのぼせてる分には勝手だけどさ、他人を巻き込むなって言うんだ。あいつ、
どうしちまったんだかな、あいつは。ねえ、コウジ、このまま放っておくつもり？放っておきたくないにしたって、俺たちに何ができる？覗き見よりマシなことよ。私、サキサカ君に一言言ってやらなきゃ気が済まないわ。それでつくばの気が晴れるってもんでもないだろうに。だったら私の気だけでも晴らすわよ。私、サキサカ君と二人だけで話してみたいわ。コウジはついてこなくてもいいから。本気かよ。その代わり、ヨウのことを見ていてあげて。あの子、多分心底傷ついてるから。泣き終わった後で、誰かの優しさが必要になると思う。なあ、それって俺とお前の役回りが逆じゃないのか？私みたいな性格だとね、慰め役は無理。励ますつもりで余計に傷跡広げちゃうのがオチなのよ。なるほど、納得いった。あ、嫌な言い方。じゃあまあ、そっちはほどほどにしとけよな。
ないの？私のこと。君は誰だね？なぜここに？私はサヤ。パパのこと探しに来たの。つまらない。あ、ちょっと。何？女の子にお願いしていいことじゃないんだが、今は君にしか頼めない。握らせてもらえないだろうか。変な人。そんなこと言い出したの、あなたが初めて。この半月の間に初めて人に触れた。人だと感じられる体に。は？他の人じゃダメなんだ。僕事故に遭って、その後遺症らしいんだけど、人が人の姿に見えないんだよ。本当に不思議な人。あなたって面白い。明日の夜もまた来ていい？あ、そりゃもう。いいのかい？君はそんなことをして。大丈夫よ。夜は私のものだから。これだけ広いと隠れる場所には事欠かないから。学校には行かなくていいのかい？いいの。勉強は全部パパに教えてもらったから。サヤはとっても頭がいいんだよ。ないのか？見つかりそうになったことは？全然平気。ここにいれば食べるものにも不自由しないし、パパのうちに一人ぼっちでいるよりもずっと楽しいよ。入院してる患者さんたちのうち、ちょっと精神的に参ってそうな人を事前にチェックしといてね。時々部屋に真夜中に忍び込んで脅かしたりするの。その人が大騒ぎしても、そういう患者さんの言うことはみんな真に受けたりしないから。結局は悪い夢ってことで片付けられちゃうし。
じゃあ、僕も最初はそのつもりで。うん、ごめんね。怒った。もうやらない方がいい。その代わり、夜は僕の話し相手になってくれないか。うん、さやもその方が楽しい。君はこれからもずっとこの病院に居続けるのかい？うん、結局パパの手がかりはなかったけど、もう他にいるところもないし、バレそうになるまではいいかなって。よかったら僕の家に来ないか？家族はもういないから、部屋はいくらでも余ってる。人目を忍ぶような必要もないし、住み心地もそんなに悪くないんじゃないかと。ずっと文則と一緒に暮らすの？君の父さんのことは代わりに僕が探してあげる。約束するよ、必ず居場所を見つけてみせる。難しいと思うよ、それ。多分パパ何か悪いことをしてこの病院を辞めたんだと思う。だから警察とかは困るの。なるべくこっそりと探さなきゃいけないし。頑張るよ、どんなことだってやる。僕は。サヤと離れたくないんだ。少しだけ考えさせて。僕にはもう帰る場所なんてない。
当にここにいてもいい？何？誰かいるの？誰かいないんですか？
何を食べてるんだい。これはあのそのひとついいかな。何か味付けとか調理してあるのか。これ調理ってほどのことは、さばいてからちょっと溶かして食べやすくしただけで、ほとんど生なんだけど。でも食べられる味だ。っていうよりうまいよ、これ。そうなの？そうなんだ。フミノリもこういうのが好きだったんだ。なんだ、あれこれ工夫して頑張ってた私がバカみたい。サヤっていつもこういうものを食べてたのか。こんな大物は久しぶりだけどね。うん、近所の公園とかで取ってくれるやつ。ごめんね、一番おいしいところはさっきさやが全部食べちゃった。いいよ、また今度で。でもこれで明日から一緒に食事ができるね。うん。まだまだいっぱいあるし、食べきれない分は冷やせば 2,3 日は大丈夫だよ。ちょっと味は落ちるんだけどね。じゃあ早めに片付けておこうか。
おかけになった電話ダメだ電波の届かない場所にある電波が入っていないためかかりませんまあ、あいつのことだからな何事もなかったみたいにひょっこり顔出しそうな気もするんだがうんだといいけどねえ、トノオ君もう一度考えてみようよどこかオウミちゃんの行きそうな場所に心当たりない?いや一通りは確かめたしなじゃあ俺行くわフミノリ。どこに向かってる？
どうした、コウジ。不法侵入だぞ、コウジ。お前だって同じだろうが。僕はこの家の人と知り合いなんだ。頼まれて探し物をしに来ただけさ。知り合いって、いつから一体何者なんだ？
いずれお前にも紹介するよ。僕の恩人とも言える人だから。おい、フミノリ。お前まさか近頃様子がおかしいのはその知り合いっていうやつのせいなんじゃ。僕の後をつけてきたんだね、コウジ。そういうのは迷惑だ。二度とやらないでもらいたい。ああ。まあそうですね、苦労してます。ええ、でもまだ学生の身ですし、高いには限りがあるんで。そう。一人でもなんとかなりますから。どうしたの、あなた。難しそうな顔して。今日ね、隣の家の息子に会ったよ。
お隣のって、フミノリお兄ちゃん？ああ、庭のこと一言言っておいた。そうよね。せめてあの匂いだけはどうにかしてもらいたいわよね。あの草むらの中に死んだ猫でもいるんじゃないかしら。でもまさかとは思うが、生ゴミをそのまま庭に捨てているんじゃあるまいな。そんな、いくらなんでもそこまで。いや、今の様子だとやりかねん。一日中ずっと雨戸を閉め切って何をやってるのかもわからない。どういう暮らしをしてるのやら。お兄ちゃん、頭おかしくなっちゃったのかな。これひろみ、そういう言い方はダメよ。いや、あれは本当にちょっと度を過ぎてる。ひょっとしたら品質強化何かかもしれんな。大丈夫なのそれ。早く自覚して医者にでも行ってもらわんことにはなんともな。ただいま。はあ、疲れた。やっぱり往復すると遠いな。サヤ、一体どこに？それは？フミノリのカルテとか手術の記録。今日は古巣の病院に行ってきたの。こんな夜中に D 大から歩いて戻ってきたのか。ごめんね。本当はもっと早く帰れると思ってたんだけど、調べ出したらキリがなくて。結局全部持ち出してきちゃった。ああ、重かった。だから、そんなもの持ってきてどうするつもりなんだ。どうするって、もちろん調べるのよ。うちで時間かけてじっくり。ってんだか。あ、これは要チェックかな。あとは君、わかるのかこういうの。パパにいろいろと教わったから。なるほどね。そういうこと。これじゃあいつまで経っても直せないよね。直せないのか。人間のお医者さんじゃね。私でもまだちょっと難しいかな。いろいろと試してからでないと。なあ、さや。今日はもう疲れたし、寝ないか。フミノリがそうしたいなら、そうする。
寝る前に一回だけね。マサヤ、こう毎日続けてじゃ体に毒じゃないのか。え、フミノリどこか具合が悪いの？いや、僕は別に。ちゃんと大人の体になってるし平気なんだけど、でもサヤはまだ平気だよ。平気なわけないだろ、今まで否認もしてないってのに。フミノリはさ、サヤに子供産ませるの嫌？嫌も何も、サヤみたいに小さい体じゃ無理だって。母体の負担ってのは大変なんだぞ。フミノリが心配してることって割と的外れなんだけど。でもそれってフミノリがサヤのことを大事に思ってくれてるからなんだよね。それはそれで嬉しい。なおい、だからさや。大丈夫。じゃあ今夜はフミノリが心配しないような方法でしてあげる。これだったらフミノリだって心配ないでしょ。だと気持ちよくない？そんなことない。十分に良かった。でもさや、何もあんなもの飲み込まなくたって。そんな、あれはさやにちょうだいよ。フミノリのは一滴だって残さずに欲しい。サヤの中に出して欲しいの。中にって。フミノリは嫌？嫌なんかじゃないさ。サヤさえそれでいいのなら僕だって。フミノリ大好き。Thank you.
お時間を取っていただいてありがとうございます。いいのよ。あなたたちみたいな人が来てくれたのは私としてもありがたいところだし。はじめまして、Sakisaka Fuminori君の主治医の丹保です。Fuminoriの友人で殿浩二と言います。彼女は筑波陽。Sakisaka君の件について話が聞きたいっていうことだけど、それは私の方でも同じでね。はあ。彼、一昨日の診察に来てくれなかったのよ。留守電に入れた伝言にも返事がないし。彼、学校ではどんな様子？どうもこうも、もうめちゃくちゃです。事故の前とまるで人が違ったみたいに見えます。僕たちもいろいろと、そのどうしていいかわからなくて、それで今日は先生の話を伺えたらと。あなたたちも医大生？え、はい。彼のカルテ見てみたいと思う？見せてくれるんですか、そんなもの。そう思った人がいるみたいなのよ。それも病院には無断でね。一昨日の晩、この病院に誰かが押し入ってね、保管庫から Sakisaka君のカルテを盗んでいったの。本当ですか？まああなたたちは無関係そうね。ちょっと安心したわ。当たり前です。でも犯人は Sakisaka君の容態に興味があるか、それとも彼の治療記録を消したかったのか、いずれにせよ彼に関わりのある人間としか思えないわ。はあ。あなたには他に心当たりはない？ Sakisaka君の知り合いでそういうことをやりかねないような人。知り合いだか何なのか自分にもよくわからないんですが、多分医者か医学関係の人で、鴎外っていう。ご存知なんですか？ Sakisaka君がその男といつどうやって知り合ったのかわかる？ いえ、こっちが知りたいぐらいです。先生、一体何者なんですか、あの鴎外っていう人は。いいわ、その気になれば簡単に調べがつくことだし。王が今いろいろと不祥事があって半年以上前に免職になったけど。不祥事って一体何を？そこから先は部外者に話せることじゃないわ。どのみち Sakisaka君には何の関係もないことよ。先生、もしかしたら Sakisaka Fuminoriは刑事事件に関わっているかもしれないんです。
どういうこと？彼を訪ねていったっきり行方不明になってしまった人間がいます。もちろん文則は否定していますが。それってモミちゃんのこと？すまん、つくば、君には言えなかった。その王外という人物が今文則の関心の焦点になっているらしいんです。彼が何者で、文則が彼の何について探っているのか、それが分かれば少しは事情が見えてくるかもしれません。お願いです先生、教えてください。この病院で一体何があったんですか？ごめんなさい、こればかりは私の一存で話せる事柄じゃないの。先生。でも少しだけ待って。私は私なりにいろいろと調べてみる。放っておける状況じゃないのはよく理解できたから。お願いします。お互い携帯の番号を交換しておきましょう。何か分かったら連絡するわ。あなたたちも何か新しい動きがあったらすぐに私に教えて。ええ、分かりました。何なんだよ。チクショー、ここから出してくれ。No!
こんにちは、おじさん。おじさんには私がどう見える？ああ、とっても可愛いよ。本当？じゃあ実験は成功かも。こんな可愛らしい女の子はこの世界には君一人しかいないんだろうね。おじさん？お嬢ちゃん、おじさんと遊んでくれるかい？いいけど、何するの？そりゃあもう、おじさんが楽しめそうなこと全部さ。顔だよ、お嬢ちゃん。おじさんにもっと可愛らしい顔をして見せてくれないかい？いや、いや、来ないで。だから言っただろう。お嬢ちゃんが可愛らしすぎるからだって。
さや。 何も悪くない。鞘のせいじゃない。違うの。私がやったの。君がやったって。何を？私、この人の頭の中をフミノリと同じ状態にして、 見のりが感じるのと同じように世界が見えるようにしたの。それは一体どうやって？私にはそういうことができるの。他の私に生まれつき備わってる能力なの。 どこをどういじればいいのかは、その生き物によって、まちまちだから、ちゃんと勉強してからでないとダメだけど、フミノリの脳に何があったのか、私は下調べして分かってたから。だから、同じことができるかどうか、他の人で実験してみたの。なんで、そんなことを？ そうすればみんな、フミノリみたいに、私に優しくしてくれるようになるかと思って。それなのに、この人は、全然優しくなんかなかった。サヤのことをいじめたいって、壊したいって言って、あんな。 僕がサヤに優しいのは、僕が事故に遭ったからだって、そう君は思ったんだね。うん。違うよ。それはただの始まりでしかない。そんな簡単なことじゃないんだよ。僕とサヤが出会って、
それから二人で過ごした時間の、その一日一日の積み重ねが今の僕らの関係を作ってるんだ。わかるかい？ふみのり。あの日から今日までさやと一緒にいた僕だから、さやに優しくして大切にしてあげたいって、そう思う僕になった。そう思われるさやになったんだ。これって大変なことだろう。分かってる。さっきやっと分かった。さやにはフミノリしかいないんだって。フミノリみたいな人はもう他に誰もいないんだって。君のことが。待って、その前にみのり、一つだけ確かめさせて。あなたの望みを。僕の望み。さっきも言ったけど、私には私にしかできない方法で生き物の体に干渉できる。人間の脳をいじる方法もこれでちゃんと確認が取れたわ。だから今ならあなたの頭を元の状態に戻すこともできるの。なんだって？その人にやったのと逆のことをフミノリにしてあげればいいだけ。とっても簡単なことよ。だからフミノリ、教えて。あなたが昔の暮らしに戻りたいかどうか、あの事故で失ったものを取り戻したいのかどうか。そりゃもちろん戻れるっていうのなら元に戻りたいと思う。そう、うん、そうよね。当たり前よね。なさや、僕は。いいの、フミノリ。もう何も言わないで。おやすみなさい、フミノリ。心配しないで。次に目が覚めるときには何もかもが終わっているから。Thank you.
サヤなんだね。なあ、どうして声を聞かせてくれないんだ。僕は全然気にならないよ。君の声が聞きたい、姿が見たい。そうか。あの日君に言おうとしてたこと、保留になってたの覚えてる。忘れたりするもんか。僕は構わなかったんだよ。君だけが悪いんじゃない。あの時僕に迷いがなければ君だって勇気を出せた。そうだろう。仕方ないさ。さやはこれからどうするんだい。そうか、帰りたいんだね、サヤ。そうか、お父さん、見つかるといいね。もしも気が変わったら、僕はずっとここにいるから、いつでも来ていいからね。さようなら、さよ。